こんにちは、マリアリと。なんでこうちゃん、宮戸こうちゃんです。はい、ということでちょっと今からも寝るんですけど、あの飼い主が倒れた時とかに犬は果たして助けようとしてくれるのか検証をしたいと思います。もう寝てるんだけど、まず、はい、ということで、どっかいいとこないかな。倒されないとこに置いとくわ。ミルクを一回省いて、一緒に打ちダメ。省くのはそういう省きじゃない。で、完全に水虫状態になって、ミルクをうろうろさせてください。早いよ、ミルクをうろうろさせないと。で、今穴が開いてない。ミルク助けて、ミルク助けて、ミルク助けて、ミルク、ミルク助けて、ミルク息できないの、助けて、ミルク助けて、助けて、ミルク、ミルク助けて、死んじゃうよ、ミルク助けて、ミルク助けて、ミルク助けて、助けて、ミルク助けて、ここお姉ちゃん、ここ助けて、ミルク早く、熱いめくん、助けて、めくん、助けて、助けて、お、助けて、早く、助けて、助けて、おー、助けて、おー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 、鼻の穴が、頑張ったな、ミユ。ミユ、頑張ったぞ、おいで。ミユ、頑張った、おいで。すごい。すごい。ということで。おーやー。ということで、結論、うちのミユは優秀だった。そうだ。Twitter、Instagram の番組の ID は横に書いてあります。ぜひ、チェックしてみてください。ということで、次の番組お楽しみに。チャンネル登録してね。